私たちが暮らす秩父は山に囲まれた盆地で、その地形や寒暖差から様々な特産品があります。そこで秩父地域の事業者の挑戦を後押しし、秩父の商品を世界へ羽ばたかせるよう海外販路拡大事業は始まりました。目指すはアメリカシリコンバレー、 IT 産業の一大拠点であり富裕層が多く住む場所でもあります。まず1年目は日系スーパーで秩父フェアを行いました。この時持ち込んだ商品は秩父の一押し商品である秩父産メープルのお菓子でした。しかしアメリカはカナダのお隣の国、お店の方からももっと日本らしいものをと言われてしまい、効果もいまいち。そこで2年目、再度日系スーパーで秩父フェアを行いました。今回は上りやはっぴで売り場を統一し、商品もこんにゃくやおまんじゅう、日本をイメージするものを持ち込みました。今回の挑戦は大成功、売り上げは 1.8 倍となりました。さらに秩父中村屋のおまんじゅうが日系スーパーに進出することとなりました。そして3年目、2年の経験を生かした大きなイベント、秩父ナイトが開催されます。詳しくはこちらの動画をご覧ください。4年目、多くのご縁が重なり、なんとサンノゼ国際空港ラウンジでプロモーションが行えることになりました。同時に商社への営業回りも行い、商品の使い方がよりよくわかるようレシピ動画も作成しています。この年持ち込んだのが秩父錦の日本酒、パッケージに改善を行い、輸出専用ラベルである狼ラベルが誕生しました。このラベルが好評で、ついに日本食レストランに秩父のお酒が採用されることとなりました。最後の5年目、再度のサンノゼ国際空港ラウンジプロモーションと秩父市の姉妹都市であるアンティオックでのレセプション、今年度は秩父市長も一緒に PR を行いました。今回は今までの反省点を踏まえ、より現地に馴染むパッケージ作成と海外販路拡大事業のロゴマークも作成しました。パッケージの改善は好評で、畑のお肉を使った商品2種類が海を渡ります。5年間の歴史があるこの事業で、秩父の宝は海を渡り始めました。山に囲まれた小さな地域ではありますが、挑戦する大きな野望を持った地域です。ぜひ秩父ブランドをあなたのお店にも取り入れてみませんか？